こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。合成進化、最近すき焼きで合成進化をさせているんですけど、今回は合成進化をさせてからレジェンド妖怪をゲットして、その後エンマ3体と戦わせてみたいと思います。必要なのが MVP のトロフィーと赤なめ。これがですね、まだレジェンド解放に必要な総なめできてなかったので、先に合成進化をさせに来ました。はい、これでこの部分も OK、 大事点に送られます。はい、早速解放からやっていきます。第一点解放、まずはこの位置、紋章が光り輝く。レジェンド召喚、出てきたのはバタンキュー。疲れたね、君の魂もっと近くで見ていい？バタンキュー倒れそうだけどね。はい、ニックネームつけずにこれで大事点登録します。3体のエンマと戦わせる。1体目はバタンキュー、そして2体目はここ、イサダミ命取り、ジョローグモ、フーマザル、きらめき、大ヤモリ、一角スイコの、かなり時間がかかりました。イサナミ、大ヤモリは妖楽じゃないと出てこないし、スイコはイカダくだりの先なんですよね。このアミガッパとかね、そのあたりの妖怪も一緒にゲットをしてました。一角風マザルはザ・ダルマ師匠のいるダルマ島の改造でゲットができますね。きらめきは私は他社でゲットしたんですけど、他にもいるところが確かあったような気がします。ジョロウグモは永遠あぜ道で出てきてくれた時にゲットできました。では解放いきましょう。これが一番今までので時間がかかったように思います。やまた来たー。ようやくずっと張ってたんですけど、禁断の果実アップデートでゲットできるまでに何回かね、イザナミは出てきてくれてたんですが、大ヤモリがずっと出てこなくて、かなり時間がかかりました。ペロ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 、8つの下でヤマタンじゃん。ヤマタン、はい、ヤマタン。ニックネームつけずに図鑑登録をまずします。はい、 OK。 そして次、ここドンヨリヌ、ネガティブウィスベヨッチャー、ケシラシ、チラカシケライ、花保人にヘコキジンでゲットできるのが、レジェンド召喚、ストーリー中にもお世話になりましたね。いろんなうんちくを教えてくれるうんちくま。僕のうんちく聞きたい？じゃあ友達になろう。うんちくま、はい、 OK。 ネタバレリーナも一緒に連れていこうと思うんですが、先にもうゲットしてしまっていました。解放済みです。はい、そしてもう一体、この位置、キュービモテマクール、主天同士、晴れ男、カラステング、肉食い男、かまいたち、そうなめでゲットできるのが、レジェンド召喚。このレジェンドの召喚音声すごい好きなんですよね。イケメン犬、はい、来た、ワンダホー。コンタンのクエストの時にも出てきますかね。ニックネームつけずに図鑑に登録します。
はい。そしてもう一体、土蜘蛛大釜爆エンラエンラ雲外三面鏡ジバニャンカッパフユニャン。ここで解放できるのがレジェンド召喚。きたー、ブッシニャン。ラストブッシニャンはね、メリケンレジェンド妖怪としてラストブッシニャンバスで挑戦できるんですけど、ブッシニャンは解放なんですよね。それがし、ブシニャンでござる。お主の友となるでござる。ブシニャンは最近でもレジェンド妖怪でござるレジェンド妖怪でござる。ブシニャンは最近でも新しくアップデート、バージョンアップ 3.0 の時にフリーパスくれましたね。ニックネームはつけずに図鑑に登録します。はい、ということで今回はこのブシニャン、イケメン兼うんちくまヤマタンバタン級とネタバレリーナの6体を3体の神エンマ、神エンマの暗黒神エンマ、時空神エンマ、太陽神エンマと戦わせてみたいと思います。レジェンド妖怪を戦わせるとどうなるのかっていうのが見たかったんですよね。対戦機能を使って遊んでみます。いつもは2勝した方が勝利っていうことで組んでるんですけど、今回に関しては1回どんな感じか試してみるっていう形を取ってみたいと思います。移動、レッツゴー。はい、では早速やってみましょう。今回はフリルル60統一。ここはエンマ3体の対決とは変えずにやっていきます。あとはですね、移動等はせず、まあ、必殺技は使わずにっていう形を取りたいと思うんですが、お祓いもねしないでいつも通り行こうと思います。ただ1回だけ当ててみるっていうことでどうなるのか私にも分かりません。場所はこのままでいいかなと思うので、暗黒神エンマ、太陽神エンマ、時空神エンマの順で前に3体置いていきます。相手はというと、はい、レジェンドジムはこんな感じ。タバレリーナとバタンキュー、ブシニャンが一番前の状態です。気になるスキルはブシニャンの嵐の術、この辺りだと思うんですが、個人的にはね、こっちのネタバレリーナにも嵐の術があるので同時にかけてくれたら楽しいんじゃないかなと思っています。サブにはイケメン犬がいて、妖術は極楽の術回復があるんですよね。で、中央にヤマタンにしてあります。スキルは敵のガード効果を無視した攻撃8枚自体持ってます。妖術は死神の術、取り付くで8倍の力、全ステータスが8倍まではいかないがショーアップする効果があります。で、最後はうんちくま、敵味方全員の妖術の属性がなくなるスキルです。はい、それでは行ってみましょう。3体3体サブに出てきた時も自動で出てくるまではそのままにしようと思っているんですが、いつも通りの感じで2勝させるとどうなるのかも気にはなるんですけど、まあレジェンド妖怪なので強いと思うんですよね。必殺技は使わないと言っても結構押されるんじゃないかなっていうのが予想です。あとは回復系の妖怪も相手にはいる状態なので、いかに3体を早く倒してサブにいる残りの3体を出すのかっていうところが重要なのかなとは思います。一番最初に倒したのはバタン級、そのままですね、バタン級と言ってしまいました。ネタバレリーナからもかかる術はあると思うんですけど、エンマ側太陽神エンマ妖術が入ってないですね。やっと入りました。ここでブシニャンを倒す、火の床の残りが太陽神のスキルがいつまで続くのか、
ネタバレリーナが早々倒れてしまったら、あ、倒れちゃった。これは後ろから出てくるサブの妖怪もヤマタンが取り付くのになってる。一番有力候補だったんですけどね。真ん中はうんちくま、そこだけ火の床がない。あと2体ランダムに狙うのは他の妖怪とレジェンド妖怪も変わらないですね。暗黒深淵魔が最初に狙われてたかなと思ったんですが、時空深淵魔にその後切り替えました。最後うんちくまが残る。ストーリー中もお世話になった妖怪なので好きな妖怪でもあるんですけど、火の床が入って終わりましたね。やっぱり神妖怪はレジェンドよりも強いのかなっていうのを今回試してみたかったんですけど、かもしれませんね。でもそれにしてもすき焼きでもレジェンド解放ができたのが今回嬉しいです。まだまだですね、レア妖怪と言われる妖怪の中でゲットできてない妖怪もいるので、そのあたりも今後集めつつ合成もね、いろいろとできたらいいなと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!